リンゴは何にも言わないけれど、穴沢はいろいろ言いすぎでしゅ。それでは始めましょう。穴沢雄介のいちご畑と青い空。ハウディー、渡里町の皆さん、そしてインターネットを通じてお聞きの全国の皆さん、お元気ですか？お元気ですか？リンゴが美味しい季節になりましたね。一日一個のリンゴは医者を遠ざけるとイギリスでは言われているそうですが、そう、私穴沢は実はですね、ま、少々血圧が高めなんですよ。はい。でね、以前ラジオで、まあ青森の人はやっぱりどうしても平均的に血圧が高めなのだけれども、弘前の人に限っては高血圧じゃなかったという、そういうデータがあったと。まあそんな情報をですね、ラジオで入手したんです。で、どうもその理由はリンゴにあるのではないかとね。ほほうと思ってですね、それはいいことを聞いたと。何年ぐらい前ですかね、私それで一生懸命ね、リンゴをせっせと毎日毎日最低1個食べたら本当に血圧下がったんですよ。まあでもね、でも夏場とかね、やっぱりちょっと、続けられなくて、まあなかなかその後また血圧戻っちゃったりもしたんですけれどもね。で、東京に住んでいますとね、リンゴってやっぱり、青森とか長野とか、まあ、そういう地域を連想するわけなんですけれども、実は渡りでもリンゴ作ってるんですね。ねえ、10月22日にガッキー先生にいろいろ渡りを案内してもらったわけなんですけれども、そこでね、とっても素敵なリンゴ園さんに連れて行ってもらったんですよ。高野リンゴ園さん、ここでね、私も一個だけリンゴね、手で取らせていただいたんです。そのリンゴを今日はこの後の食レポコーナーでいよいよ食べちゃいますよ。では今週も明るく楽しくくだらなくお届けいたしましゅ。それでは行ってみよう。いちご畑と青い空、いちご畑と青い空、いちご畑と青い空、いちご畑と青い空。むしかちいでしょこれ。はらこめし、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 アナちゃんの食レポ、せーの、はらこめし。
渡りでは腹こめしのあまりの美味しさに涙し、盛岡では38歳にしてわんこそば160杯を平らげ、はたまたパラオではなんとコウモリをも完食した、食べること飲むこと大好き、好き嫌い全くなしの私穴沢雄介が、うんちく批評は一切抜き、ただ単純にただひたすらに美味しさと喜びをお伝えする幸せいっぱいの食レポ、それがアナちゃんの食レポです。そんなわけで本日は渡里町の高野りんご園さんのりんごをご紹介いたします。いやー、私生まれて初めてりんごをねキュッともがせていただきました。そのリンゴをいただきます。また美味しさもひとしおですね。美味しい。これあの私が今食べているこのリンゴ、ほおずりっていう品種なんですよ。ほおずり、皆さんご存知でした？私は初めて知りましたこの品種。紅玉あるじゃないですか、アップルパイとかに使うね。高野さんのご主人曰く紅玉の上を行く品種だっておっしゃってましたね。そうだから、あの紅玉もあの酸味がありますけど、このほおずりもね酸味があるリンゴなんですよ。で、私以前この番組の中でね、最近の果物甘みばかりを追求してて、ちょっとどうかと思うんだっていうお話をさせていただいたと思うんですよ。もちろん甘みも大好きなんですけど、やっぱりこうある程度酸味もないと甘みも感じないというかね。だから、酸味がどんどん果物から抜けていくのが残念ですっていうことを前申し上げたと思うんですが、そういう意味ではねこのほおずりいいですね。酸味もあり、もちろん甘みもあり、そしてみずみずしいというね。おいしい。この高野りんご園さんのねご主人が本当にねすごいんです、素晴らしいんですよ。りんごに対する愛情がねもう私大ファンになってしまいました。また面白いんだ話がね。それではね、このほおずりという品種について、それからあの私穴沢が、リンゴを取る瞬間謎、高野りんご園さんにお邪魔した時の録音をちょいとお聞きいただきましょう。酸味もだいぶあるんだけど甘みも多いんですよ。この頃昔紅玉って分かってる？分かります。分かる？あのアップルパイとかの。ああはいはいはい、はい、その紅玉が昔ありました、はい、そのりんごの上を着てるのがこのほおずりっていうリンゴかなと私は思っています。なんで初めて食べましたほおずりっていう品種を。ほおずりはね、福島県、果樹試験場で今から約15年ぐらい前に開発された品種。福島県に果樹試験場ってあるんですよ。でそこで品種として開発されました。いただきます。はい。美味しいですね。この酸味が、そうそうそう、ね、酸味がね、酸味好きなんですよ。あのってよかったんじゃ。花澤さんおっしゃってて、で甘いのが多すぎるってねラジオでお話ししてたので、あこれはって。はい、そうなんです。またこのほおずりってネーミングがいいですね。
あ、いいですか、ひらがななんですよ。あいうえおひらがなでほおずりなんですよ。こんなに私終えた当時から見るとこんなに人気出てくるとは思いませんでした。ただの甘みだけのリンゴでは物足りない、何か酸でキュッとね、特徴あるもの欲しい。これが時代とピタッと重なってんのかなと、そんなふうにも思えるね。とにかくね、食べた人はすっぺんだけどうめえな、あんにも食えねえな。で、昨年食った方が、ほおずりまだできですか、それ電話多いんだね。やっぱりで、リンゴを作るのに、今度リンゴ実際の作業になるんだけど、リンゴに葉っぱいっぱいあります。リンゴに葉っぱ、春、花咲く、ちょっと前から葉っぱ、落葉果樹だからね、リンゴは。で、だん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 葉も茂りながら、新しい葉っぱ出しながら花を咲かせて、それで、雌しべ、雄しべ、この受粉が行われて、そして、小指の爪ぐらいになってだんだん大きくなって、現在に食べられるような大きくなってくるわけね。その時色を良くするために、今現在収穫近くなってくると、リンゴにかぶっている葉っぱが邪魔して色入らないんですよ。着色効果を出すために葉の陰で太陽の光を遮るから、その葉を摘むんですよ、外すの。で、外すとどういうふうになるかっていうと、外した分は食味にマイナスになりますよ。そうなんですか。はい、1枚外しました、1枚分マイナス。へー、2枚、2枚分マイナス、5枚、あ、大きくマイナスだよ、10枚とんでもに、まあこういうふうなんですよ。だから店で、あ、このリンゴ綺麗だね、これうまそうで買うわけだ。皆さん、見た目にごまかされちゃダメってことですか。あ、そうそう、心ですよ、心。ね、なるほど、ね、それで、見た目を良くすると、スーパーあたりではうんと売れる、あ、これうまそうだな、ところがそういうふうにして作ったリンゴは綺麗だけども、中身が今言ったようにマイナスになってくる。なるほど。はい、それで私はこっちもっとうまそうだな、リンゴ作りの知らない頃、親から教わったとか、あるいは各周りの先生方から教えてもらった頃はリンゴの葉っぱ摘んでました。ところがこれおかしいんじゃね、おかしいんじゃね、葉を下ろすことによって味悪くなる、これを葉を下ろさないで収穫されねえもんかな、というふうに私感じました。で、現在その葉を取らないで一枚だって青い葉っぱを下ろさない、もったいない、そうやって作っているんですよ。素晴らしい、ね、はい。じゃあ、話長くなるとね、いつまでも時間かかるから、今度はリンゴに行って、で実際リンゴに触ったり、あるいはなんだりね、はい、ほおずりできました。あ、すごくいい感じになっています。いい感じになってますか。ほおずりの木の今目の前にいます。はい、どこ、この辺からここにいますよ。あ、ごめんなさい、ここにいますよ。ほんとだ。前でこ覚えてやるからさ、覚えてあるんだけど、前でこ覚えてもらう。ただもう、ねえ、もう大体ほぼね、これだろうな、これだろうな、あ、もう少しない。いっぱいなってるんだけど、それを一個一個見て、美味しそうな一個を選んでくれてます。あ、待ってね、まだもかないでね、ちゃんとシャッターチャンス。それがいい？これが良さげ、良さそうなんだけどな。これにこれもんからさ、で、ここ右、こっちの手をこう使うんで、こっちの手で少しもリンゴを少し上の方にこう上げんだよ。あ、こう上げる。そうそうそう。そしてもんやるから。はい。はい。
いいんですか。いいですよ。こう、はい、こう、うん、ここ、はい、ここ押さえちゃうんですか。うんうん、はい。大丈夫ですか。ああ。ボギーだ。ボギーだね。こうなんかこう自然に取れる感じなんですね。あ、ここが、うん、あのリンゴの理想を働いて最終的にここからポクッと自然に落下するんですよ。はい、うん、でここが熟してくると理想が働いてもげやすくなる。はい、うん、でこれの軸がね、はい、大事なんだよ。この軸あるのとねんでは格好取れねえんだな。はい、うん、これあればあのリンゴらしい格好。あ、そうですよね。うん、でないとなんか、すいません、私が取っちゃったから。違うの、これで、あの正解なの。これで値打ちあるの。あ、そうなんですか。こういう風に取んなきゃいけないの。あ、はい。なんか普通なんかこうピッてなって。ああ、でこれね、ほおずりの場合、ここの軸が短いですよ。あ、そうなんですか。うん、ほんでまだ短いのと、あと、栄養価のあるリンゴは、はい、この軸が太いんですよ。ここ触ってる。え、太いんですよ。そういう違いがあるんですか。はい。太いんですよ。あ、でも言われてみればそんな気がしますね。普通よりも、はい、普通より太くなってます、うん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 、ということはまたリンゴ作りのねこの話なんだけど、うんうんうん、枝1年間休養させている、花芽を作るだけに栄養を作ってる、はい、そして次年度にリンゴをならせる、うんうん、そういう工夫っていうか徹底した管理をしています。じゃあちょっと、ね、はい、この頬ずりの木の前で記念写真を撮りたいんですけど、はいはい、いいですか。いいですよ、はい、はい、いかがでしたか。高野りんご園さんでの様子をお聞きいただきました。りんご作りに対する情熱がひしひしと感じられますよね。いやー、実際にはですね、この3倍ぐらいいろいろな興味深いお話聞かせていただきましてね、ほんと楽しかったですよ。高野さん、小学6年生でもうすでにリンゴ作りをしたいと思ってたんですって。すごいですよね。それがこの味に出てるわけですよ。うん、うん、高野さんありがとうございました。ごちそうさまで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 した。お腹いっぱい。花沢雄介のいちご畑と青い空、 FM 青空。これは一押しだね。これは一押しだね。これは一押しだね。なかなかいいっす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 ね。これは一押しだね。アナちゃんの一押し。食べ物同様、これまで全く好き嫌いなく様々な音楽を食べてきた私、穴沢雄介が皆様にもぜひお召し上がりいただきたい音楽をご紹介するこのコーナー、アナちゃんの一押し。本日は先週おかけする予定でございましたエリーダ・アルメイダのデビューアルバム、歌わずにはいられないをご紹介したいと思います。こちら毎日新聞社が発行する週刊展示新聞、展示毎日にて私穴沢が執筆しております連載、
おすすめの新譜 CD をご紹介する幅広おすすめ CD レポの10月11日掲載号の2枚目の CD としてご紹介いたしました。エリーダ・アルメイダはアフリカカーボベルデ共和国のサンティアゴ島出身の女性ボーカリスト。この CD はですね、私、個人的にかなりのヒットでございます。非常にね、このメロディーライン、そしてサウンド、そしてこのいろいろな色彩感を与えてくれる歌声ですよね。とても素晴らしい。もうすでにポルトガルやヨーロッパではかなりヒットしているようでございますですよ。でエリーダ・アルメイダはですね、この方とても苦労人のようでございまして、とても小さな村の貧しい一家に生まれて、たくさんの苦労があったそうなんですね。若くして母親にもなって、子供を育てながら高校大学へと進学して、そして高校の時から書き始めたオリジナル曲がプロデューサーの耳に留まってデビューへつながったという、そういう経歴の持ち主なんですね。このアルバム14曲入りなんですが、そのうちの12曲がエリーダ・アルメイダ本人による作詞作曲となっております。ね、こういう方はもっともっと、大成功してほしいですね。9月に、発売されておりまして、税込み2700円のアルバムとなっております。ぜひ、聞いてみていただければと存じます。ではこのアルバムから1曲じっくりお聴きいただきたいと思います。アルバムの2曲目に収録されております。自分自身を励ます意味で書いた曲のようでございます。エリーダ・アルメイダが初めて書いた曲でもあるようでございます。17歳のバラードという曲、こちらね、幸せな時もあれば辛い時もある、良い時もあれば悪い時もある、笑顔から涙まで、それが私の人生と、そのように歌われている内容でございます。それでは、お聴きいただきましょう。エリーダ・アルメイダ、17歳のバラード。Mesmo assim me engatar
days was better. No, 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 no. Amor es alimenta supera. No quien cree, minta insiste. Quien cree, minta persiste. Nunca te desiste. Amor es alimenta consigue. Sabe mandar conseguir. Sabe mandar conseguir. Sabe mandar conseguir. Que leia vida. Que leia história. Pequenote. Que te leva num paraíso, papel. Doce, ora amargos, ora treto, ora mareado. E se quem a vira, ora preto, ora branco, ora tari, ora da chora. E se quem a história, mas mundo jambem já, da futi futi. Quem chega lá, mas mundo também já da fute fute. De quem chega lá, o amor sabe mandar conseguir. Não sabe mandar conseguir. Não sabe mandar conseguir. はいはい、今週もあっという間にエンディングのお時間となってしまいました。この番組、そして私穴澤雄介に対する皆様からのご意見、ご感想、苦情を、メッセージ、苦情を、リクエスト、苦情などございましたら、ぜひぜひ FM 青空までお寄せください。お電話ファクシミリの方は 0223-32-2293 番、そして E メールの方は青空 792@gmail.com となっております。ぜひぜひぜひお寄せくださいませ。それではまた来週も聞いてくださいね。さよなら、さよなら、さよなら。